の本を、ね、合間に書いたんですけどこれが一気にですね売れた理由っていうのはこの「金持ち父さん貧乏父さんですねでこの「僕」の本が2000年の2月に発刊されてこの後にこの「金持ち父さん貧乏父さんが11月に発刊されてですねですから日本で初めてこの「不動産投資」の本を書いたのがこの「僕」でありこの本なわけですねでその後にこの「金持ち父さん貧乏父さんの中で不動産投資の内容があって で、えー、たまたま僕のホームしかなかったから売れるようになった。